TTFN バックパック5 minutes。 手持ちのものや市販のテントやタープオールも長すぎたり合わなかったり、よくあることと思います。今回は手持ちの少し長めなポールを簡単作業でカットしてみました。 TTFN の D です。 Hi。 ドリップ、トラベル、バックパック一つでキャンプ、街ハイク、野営、ギア、いろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパーキン、エニートリップなチャンネルです。今回使うものはこちら。まずはポールです。これがないと始まりません。そしてポールをカットするですね、パイプカッターと言います。こちらを使います。好みの長さに合わせるために目印としてのマッキーです。長さを測るためのメジャーです。これはね、お好みの長さということになりますが、以上この4点があればカットすることができます。あまり馴染みないものだと思うんですが、こちらミニパイプカッターというものを使ってパイプをカットしていきます。字のごとくパイプをカットするものです。 Amazon ベストセラー1位で口コミ数も多くて、値段は807円、 3mm から 22mm というパイプの太さをカットできます。ステンレスや銅管やアルミ、塩化ビニールなど多用途に対応しています。裏面には説明書がこのように記載されて、これ通りやれば OK なんですが、今回の動画でその工程を説明していきますので、合わせてご覧ください。取り出した形状はこのような形で、回すようなね、ノブがあったり、パイプを挟み込む真ん中の場所、そちらに刃もついていますね。結構ね、難しそうで意外と簡単にできちゃいます。 TTFN の D はインスタグラムもやっています。リアルタイムのストーリーやアクティビティに役立つ情報、ギア考察、 YouTube とも連動しています。ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。今回は奥の黒いポールと同じ長さ、手前の青いポールをカットしてあげます。メジャーで測ると117センチでした。マジックで目印をつけてあげます。念のため回して裏側にもつけます。チェックするとこのような目印、ちょっと適当すぎるんでね、皆さん綺麗にしてあげてください。そしてパイプカッターがここで出番です。径がね、はまりませんので、ノブを回して緩めといてあげてください。はめ込みます。するとね、これ真ん中の部分、こちら刃がありますので、目印と合わせて、そして締め込んでください。この時にね、あまり強く締め込みすぎないように気をつけてください。次に90度ほどね、前後に回転させる感じですね、揺らす感じ、するとガイドラインができます。締め込んで360度回す、締め込んで回すを何度か繰り返してください。あ、もうカットできましたね。途中ちょっとね、端折ってる部分はあるんですが、1分ぐらいですかね。あまりね、急いでやると刃を傷める原因になりますので、ご注意ください。今回のこちらのポールは中にゴムが入っているタイプです。ですので、こちらの部分をほどいてあげて、真ん中に取り残されたね、カットしたパイプの部分、取り除く必要があります。先端の部品を引っ張るとゴムが露出します。こちらの結び目、緩めてあげます。このまま手を離してしまうとね、ゴムが中に戻ってしまうので、しっかり押さえた状態で部品を抜き取ってください。同じように根元の部分を押さえて、するとカットした部分抜き取れます。また部品を戻し、結び目を作ります。するとゴムがかなり余りますので、適度な長さにカットをしてください。先端の部品をポールにインサートすると完成。ゴムのね、ちょっとこう収縮度を確かめるために折り曲げてみます。
今回はね、いい感じにできました。もともとは3分割の均等のサイズなんですが、一番先端部分ですね、この長さだけカットしましたので短くなっています。大体のポールは対応可能だとは思うんですが、形状や材質、径によりカットできないものもありますので、ご自分のポールをカットする場合はしっかり事前に確認してください。家に余っているポールの再利用、軽量化、純正の代わりに流用など幅が広がります。カット不可なものもありますが、皆さんもぜひ一度トライしてみてください。トリップトラベラー TTFN でした。